一筋ですね。あ、そうだ、それで思い、さっきその思い出したんですけど、音うんぬんの話って、うんうん、あのプリアンプ、ああベースのプリアンプのね、まあ、ここも市場命題ですよ。市場命題ですよ。もうやっぱいろんなさ、こう最近また改めていろんなプリアンプがさ出てきてはいるじゃん、はい、例えばビビーのオールマイティだとか、まあ、ダークグラスもいっぱい出てきました。もういっぱい出てきて、やっぱそういうのが第三のメーカーみたいな感じで定番のね、はい、なってくるんじゃないかって言われてるけど、まあ結局のところ昔から言われてる、ね、はい、ベースプリアンプの定番といえば、ね、やっぱサンズアンプ、あと MXR、うん、ね、こう DI80 みたいな、はい、でやっぱここもこうピック弾きベーシスト、指弾きベーシストで分かれんじゃないかと、ね、と言いますけど、ね、一斉のせで言いますか、一斉のせサンズハイム、はい、絶対違う、絶対間違いないそういうことなんですやっぱおのおのの良さを引き出そうと思ったらそっちに行くよね。これ出したいな、あこれ使おうっていう、本当本当本当だ、やっぱもう俺はピック弾きをすんならサンズだなと、もう間違いなくね、こう誰が使ってるとかじゃなくて、こうサンズにはやっぱ他のメーカーにはない特徴で、こうプレゼンスっていうパラメーターがあって、はい、まあ、それは超広域っていうね、はい、ありますよね。だから広域の遥かに高い音を調整するっていう部分なんだけど、もうそれの効きがめちゃめちゃ良くて、はい、もう1にするところから始まってんだよね、はい、もうプレゼンスはあれは足していくっていう、はい、0から10っていう足していく、はい、他の EQ の部分はあのマイナス5からプラス5みたいな感じなんだけど、はい、プレゼンスはもう0から10なの、はい、もう足していく方面でしかないんだけど、はい、でね、このプレゼンスっていうのが俺何のためにあるのかなってすげえ考えてたんだよね、はい、一時期。でもね、あれはね、こういろんなメリットがあって、はい、結構ベースの弦ってさ、まあまあ、長く使っていくと、まあ、どの弦もそうだけどさ、ギターもそうだけど、やっぱ死んでいくじゃないですか、はい、寿命が来て。で寿命が切れていくとどういう風になっていくかっていうと、ちょっと丸い音になる、甘い音になっていくというか、まあ、ある意味死んだ音っていう言い方ですね、はい、抜けが悪くなってくるんだよね。でプレゼンスを足すとね、結構ここが復活するんですよ。へー、結構ね、弦の死んでしまった帯域というか、はい、弦がもう出せなくなってしまった帯域をちょっとプレゼンスを上げることで補強するというか、引き出してくれるっていうか、ちょっと弦が生き返ったような感じって、ちょっと俺はあるかな。まあ、これあくまで持論だけど、はい、これは完全に。マジか。そう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 。あのプレゼンスっていうのは意外とそこのメリットがあるかなと俺は思ってて。で、ピック弾きでこうやる上で、やっぱりこう弦のこうギラギラした張りのある感じってのすごい大事で、はい、弦が死んじゃって甘い音になったらやっぱあんまり俺は好きじゃなくて、はい、いつまでもギラギラした音で言ってほしい。はいはい、なるほど。ってなった時に、割とベースがどんな状態でもプレゼンスの調整次第で、あのギラギラしたサウンドをね、やっぱ取り戻せるわけですね。なるほど、もう弦を茹でる必要はない。茹でる必要はない。そんな弦なんて茹でなくても、茹でなくても、もうプレゼンスギュッてあげれば、あげればギュッてあげればもうビン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 って。マジか。そうそう、あの頃の弦が戻ってくるから、いや普通に本当は弦張り替えた方がいい音するから間違いなく弦張り替えろって言いたいんだけど、でもそう、応急処置的な意味としても、まあ、そのギラギラしたサウンドをさらにギラギラさせるっていう、はい、もね、長所をさらに伸ばしていくみたいな、はい、っていう使い方とかっていう面でもやっぱすごく、はい、サンズアンプってのはこうピック弾きにハマってるかなって。ピック弾きのガリーンギャリーンっていうのをね、すごい押し出してくれるかなと思ってて。でね、俺はもう意外ともうあのドライブさせないんですよ、歪ませないんですよ。あ、そうなんですか。ブレンドも、まあブレンドはちょっと、ブレンドはね、正直ね、真ん中よりちょっと下げてもいいかなくらいなんだけど、はい、本当の意味で50%くらい乗って11時くらいだと思ってるから、俺の体感では、はい、まあ、俺が触ってたサンズはそんな感じで、うん、センターが50ではなかった。なんかセンターが50ではないと。でもドライブももう9時から10時の間くらい。へえ。で、そう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 、あんま歪ませないの。そうですよ、うん、歪ませるとやっぱ音潰れちゃうから、はい、
あの俺がさっき好きだって言ったのバキンバキンっていうアタックの音をすごい強調した音を出すんであれば、実は結構 EQ の設定は大事なんだけど、ドライブとかブレンドっていうのはそんなにプラスにしなくてもいいのかなっていう、はいうん、でね、あのサンズって結構フラットにするとズンとミドル下がるの、はい、すげえドンシャリーなの、フラットな状態なのに、はいはい、そこをフラットにまず戻していかなきゃいけないっていう感じ、はい、で考えると結構それくらいのセッティングの方が、はい、こう 50% っていうか1対1くらいのブレンドの状態だから原音もしっかり混ざりつつ、はい、こう歪みの音もちょっと入ってるくらい、へーっていうのがなんか意外とね、なるほど、俺はサンズの使い方としてはそれくらいがいいのかなっていう。逆にですね、うん、MXR の特典なんですけど、はいはいはい、まあ、多分初心者がプリアンプ出そうと手に出そうと思ったら、うん、サンズか、まあ、MXR かっていう話はなってくると思うんですよ。そうですね。で、その MXR はなんかこう良くも悪くもこう扱いやすいよみたいなイメージが多分結構応募してると思うんですけど、やっぱ幅広いイメージだね。ただ最近使ってみてこいつ明らかにこれちげえなって思った点があって、まあ、サンズはあまり試したことがないので、うん、ちょっと正直サンズとの比較ができるかどうかわかんないんですけど、うん、あのそのディストーションの回路を、うん、のスイッチをポチって押すじゃないですか、うん、で全然設定はしてないんですよ、うん、本当に逆にもう全部絞っちゃったみたいな、うん、全然設定してないみたいな状態でもう、うん、ディストーション回路を踏むことによって、うん、なんだろう、俺の耳が悪かったら申し訳ないですけど、こうあたかもこうチューブサーチュレーターにかけたような真空管っぽいとか、あの厚みがあったかい厚みみたいなのが不思議と結構ナチュラルに出てくれるなっていう体感はありました。歪みとしても結構使えるって。あ、全然使えます。なるほどなるほど。ただあの結構サンズみたいにこう点で打つような刺すようなっていう歪みとかじゃなくて、結構芯に対してちゃんとこう薄掛けでコーティングするような感じの歪みですね。なので本当にこうなんだろう、ライブハウスの置いてあるもしくはスタジオに置いてあるこうアンペグとかハートギーとかアンプがあると思うんですけど、中でもこうチューブが入ってるような、アンペグとかは確かプリチューブかな、だと思うんですけど、あれに近いこう厚みを増す、本当に厚さを増すっていう部分はあれ一台で意外とできるもんなんだなっていうふうには最近感じました。本当に全然そのディストーション回路のつまみ全然知ってないんです、本当になんなら全部切ってるぐらいなんですけど、それでもポンって押すだけで、例えばこうレコーディング家でこう DTM でタックレコするってなった時でも、あれ1個踏むだけで明らかに厚みが増す。ディストーションスイッチ結構そういう使い方ができるんだ。できました、本当にびっくりしました。逆にだから自分は思いっきりこう歪ませたいっていうよりは、これはもうチューブサーチュレーションなんだっていう感覚でもう常に最近はオンで踏んでるような、あ、なんか飛び道具的なイメージだったんだけど、あれそんなことないんだね。そんなことないですね、びっくりしました自分も。音作りにしっかり使えるんだ。今まではむしろだから逆に、そのなんだかんだ言ってプリアンプっていうのは増幅回路、あくまで増幅させるっていう回路だったので、こう出力を増すためだけの道具っていうふうにしか捉えてなかったんですよ。まあ、マイクプリアンプなんで、そうですね本来ね。なのでもともと昔は全然ディストーションスイッチは踏んでなかったんですよ、どのライブも。でそこから考えるようになって、こうなんだろう、サチュレーションかけたような、ちゃんとその足元だけでもこうチューブサーチュレートかけたような音作りたいなと思って、でもどうしようかプリアンプ変えようかなと思って試行錯誤してるときに、一回そのツイッターの演奏動画上げるときにたまたま間違ってポチって踏んだときがあって、その時えっていうやつ、めっちゃ好みの音に、いきなりえってやつ、マジっすか。そっからですね、話が変わりました。すごいね、発明だね。びっくりしました。ちょっとそんなことあるっていうふうになりました。お前ディストーションじゃなくてチューブサーチュレーターだったのかみたいな、あの感覚に近い。あれなかったら俺多分今頃、あの別の、真空管入ってるプリアンプ買ってたと思います。ああいう音が好きだったの。
て、あの、なんだろう、どこの会社だったっけ、トゥーノーツっていう、ああ、知ってる知ってる知ってるところの、あれの確かベースのプリアンプが、あの真空管内蔵のプリアンプなんですけど、足元のあったんですけど、もしかしたらそれ買ってから、でもあれ1台で4万円ぐらいするんで、まあそれじゃなくても十分、へえ、びっくりしました。ああ、やっぱ幅広いね。幅広い、やっぱ指引きのスタイルに近いよね。そうですね、指引きでいろいろできるっていうのさ、MXR1 台で何でもできるっていうのさ、もうピック引きのさ、ピック引きってだけでもう個性の塊っていうの、はい、サンズだけで、もうサンズがあるってだけで個性の塊っていうのが、はい、そういう相乗効果的な使い方になるよね。そうですね、やっぱね、プリアンプ選びっていうのはね、全然なります。いや、すげえわかるよ。やっぱもうね、サンズってなるからね、サンズ踏んだら、サンズは踏んだらサンズですね。もう誰が聞いてもサンズみたいな個性がな、逆に個性がないとかって言われるけど、いやいや、もうね、これがね、結局王道なサウンドになっちゃうんですよ。だから将来もこれが一番かっこいいんだからっていうね、ピックビキやる上でさ、これが一番かっこいいんだから、もうしょうがない、しょうがないと。気持ちはめっちゃわかりますよ。そう、なんだかんだ言って、俺が好きなベーシスト田淵さんだって踏んでるのはサンズでしたから、みんな踏んどるからね、そんな言うて。みんな試行錯誤するんですよ、いろんなものを試して、いろんなとこに行くんだけど、結局サンズに帰ってそう。結局やっぱサンズいいよね、サンズの唯一無二の個性の音がやっぱみんな必要としてる音なんだよね。だから逆にもうそのある意味正解なものだから、はい、試行錯誤の余地がないというか、はい、なんだろう、もうなんか最初から答えだけもらっちゃってもさ、はい、つまんない、はい、じゃんっていう考えになるのもわかる、はい、だからいろんなとこに行く。なんかサンズとか面白くねえよ、みんな使ってるから嫌だよサンズは、すげえわかる気持ち。だからいろんなとこにいろいろ行って、行きました行きました行きました、あれでも結局サンズだなっつって帰ってくるのがやっぱサンズの魅力のなのかなっていうのは俺はね、はい、思っちゃいますね。結構一回サンズから離れようと、サンズの荒さす音がいいけれども、なんかそうでもなかったじゃんっていう人が次に向かう先がよくあるのが、どうだろう、あのアルビットっていう、アルビットね、あれに行く人とかも結構いるんですけど、アルビット1回だけ使ったことがあって、あの2018年のニコニコ超会議の時にライブステージですね、超演奏してみたステージで披露した時は、あの自分の大学の先輩に借りてアルビットのプリアンプを使わせてで、確かにめちゃくちゃいいんです。正直音だけだったらもうあれ使いたいって思ったんですけど、ここだけちょっと欠点がありまして、あの今はそうでもないものが多いと思うんですけど、アルビットのほとんどのプリアンプって全部直流回路なんですよ。はあ、なるほどなるほど。だから DC が使えないんですよ。あ、そうなの。あのあるじゃないですか、ハブジャニア DC ケーブルあるあるあるじゃないですか、いっぱいつなげるじゃないですか、あれができない。なるほどなるほどなるほどね。そこは一つネックかもしれない。やっぱあれだけの結構バッキバキの音を出すってなったら、多分交流電源だと電力が足りなくて、だからもう直流に変換させるしかないらしく、そこのネックはありました。一応言ったんだと思います。そこ俺はね、あれが良かったな、アギュラ。ああ、アギュラですか。アギュラのトンハンマーっていうのを結構やっぱしばらく使ってたんだけど、はい、あれは歪みも俺すごい独特で好きなの。トンハンマーの歪みは俺は結構唯一無二な感じがして、はい、うん、やっぱ なんていうのかな、チューブっぽいにではあるんだけど、もう独特なんだよね、はい、あ、アギュラの歪みだっていうスタイル、やっぱそれはサンズに通じるものがあって、はい、好きな人はすごい好きだろうな、はい、まあ、ただいろいろやっていくうちに、やっぱプリーだと、あのトンハンマーだと、ちょっと痩せちゃう。はい、そうです、ね。若干ね、やっぱ定期の腰がなくなっちゃうから、だからもし使うんであれば、やっぱアンプ。アンプです、ね。トンハンマー500とかさ、あ、そう、あと750とか。そうそうそう、だからヘッドアンプを使うっていう前提であれば、やっぱ俺あのトン、アギュラのサウンドはすっげえ好きなんだけど、はい、ただプリアンプ単体で言えば、やっぱ、
もうちょっと今一つ、だからやっぱサンズに戻るかなっていう感じだね。だからアンプだと結構欲しいのは、好きなのは俺いっぱいあるんだけど、はい、プリアンプっていうとやっぱサンズじゃね、そうっていうね、応用の幅もなんだかんだ広いからね。気持ちはめっちゃ悪いです。結局やっぱりこのコンパクトサイズであれだけのこう増幅回路、大電力を出力させるっていうふうに考えると、やっぱりあの大きさでサンズほどこうバーンって出せるものってなかなかやっぱないなっていうふうには聞いてたらやっぱ思いますね。やっぱね、いやだからもう本当サンズの MXR もね、いいとこがはっきりしてるからね。そうですね、お互いの長所うまくね、違う方向でやったよね。そうですね、うん、本当にもうサンズにはサンズにしか出せないもの、 MXR に MXR にしか出せないものをやっとるから、結局あそこでちゃんと分かれてるからこそ二大巨頭的な、そう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 、ね、やっぱ食い合わないからね。はい、全然全然そうですよね。全然二台持っててもいいんだよ。そうですね、って話だから。そうですね、変な話、極端な話、極端な話。あともう一個実は話したいことがあったんですよ、うん。